こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。言うまでもなく、日本は海洋国です。四方を海に囲まれているからこそ、海の防衛に力を注がなければならないのは自明の理です。海ということは、海上だけではなく、海中。海底の守りも、ないがしろにはできないということです。近年、日本の領海ギリギリで、違法操業を行う。韓国や中国が話題になっていますが、その昔は、旧ソ連の脅威がありました。大陸と陸続きではないからこそ、海人が見えない部分の防衛力強化に。関しては、海上自衛隊自体強化してきたようです。それでは、黒潮の行動に関して、詳しく紹介していきましょう。2006年、平成18年、9月17日、朝刊には、以下の記事が掲載されました。潜水艦、南シナ海で極秘訓練を実施。中国を牽制というタイトルで下記のように報道しています。防衛省は海自の潜水艦を南シナ海へ極秘裏に派遣し、東南アジア周辺を長期航海中の護衛艦部隊と合流の上、9月13日に対潜水艦戦を想定した訓練を実施したことを複数の政府関係者が明らかにした。しかし、その目的は別のものにすり替えている。記事によると、航海の航行の自由を強くアピールするためと、書いてあるが、そもそも潜水艦は探知されることを避けて行動するものである。見つからないように行動していては、アピール行動にはならない。効果はほとんどないだろう。これは、意図的に漏らした記事である。つまり、新聞で公表したのは、本当の目的をごまかすためということです。では、黒潮の行動の本当の目的とは、一体何なのでしょう？一言で言えば、中国海軍力の分散消耗が目的です。潜水艦を投入することによって、日本方面や東シナ海、太平洋に向けられるはずの中国の海軍力を減らしてしまうことが、目的なのです。まず、日本の潜水艦は、南シナ海の海南島に配備されている中国の、戦略原子力潜水艦に対応します。これは海南島の三足を基地としている核ミサイルを搭載している潜水艦です。平時や戦時を問わず、日本は中国の戦略源泉にプレッシャーをかけることになります。日本の行動によって、中国は海軍力を分散せざるを得なくなるというわけです。中国にとっては、戦略源泉は、最も優先的に守るべき対象でしょう。米国、ロシア、最近は、インドの核抑止を意図する中国は、各国からの先制核攻撃を防ぐために、高額な防衛戦力の整備に、余念がありません。それが、巨額の費用を要する
核兵器と弾道弾。そして、それら専用の潜水艦ということになります。ですから、戦略原子力潜水艦は、中国の国家安全保障のスタンダードでは、最重要戦力でもあり、同時に最優先保護の対象ということになるのです。巨額な国家予算をつぎ込んだ大切な源泉を沈められたり、傷つけられたりしてはかないませんよね。では、そんな大事な大事な源泉の行動海域に日本の潜水艦を送り込めば、一体どうなるでしょう？言うまでもなく中国海軍対潜水艦戦を強いられることになります。当然、海南島周辺に艦隊を集中させることになるでしょう。自国の戦略源泉を護衛しつつ、同時に日本の潜水艦を排除しようと躍起になることでしょう。これは四六時中、つまり平常時でも万一戦争状態になっても、そうしなくてはならない状況に陥るのです。ということは、結果として日本の正面に中国が向ける海軍力が減ることになります。紛争の種である尖閣諸島や先島諸島、そして太平洋方面に投入される艦隊戦力は減少することでしょう。黒潮などの潜水艦が南シナ海を潜航しているということは、対日戦を避ける一つの要因ともなり得ます。中国が、日本はいざとなったら戦略源泉を襲うだろう、源泉が沈められる可能性もあると認識すれば、戦いを避けようとするはずです。中国は、アメリカへの抑止力となりうる戦略源泉が消耗したり、失うことを恐れています。アメリカに対抗するために、日本との戦いにはためらいが先立つことになります。こんな効果も考えられるのです。つまり、これが日本の潜水艦投入の本当の理由と思われるのです。大きな視点で見ると、これはゲーレ・デ・クルース巡洋艦戦略と呼ばれる分散共用戦略です。そう考えると、中国の海上輸送に潜在的脅威を与える効果も考えられます。あるいは、艦隊そのものが対戦線に踏み出さざるを得ない状況に追い込む効果もあるかもしれません。ただし、期待効果の一番は、やはり、戦略源泉の不安全化と反応でしょう。というのは、ゲール・デ・クルースとしての諸攻勢、著しく効果が、あることも高いからです。少ない数の潜水艦を平時投入したとしても、相手のより強い不安感と、反応を引き起こすことが推測されます。では、なぜそのように判断できるのでしょう？答えは、先行例を模倣している形になるからです。アメリカ海軍も、同様に力を分散させようと試みています。問題の南シナ海で、中国の戦略源泉に脅威を与え、その海軍力を消耗させようとしているのです。いわば、日本の潜水艦活動は、アメリカをお手本としたようなものでしょう。
ということは、目的もアメリカと同じと判断して構わないでしょう。ちなみに、アメリカ海軍には、オホーツクアプローチという前例が、あります。今から、50年以上も前の冷戦時代、アメリカは、ソ連の戦略原潜の聖地に、攻撃原潜を送り込みました。ソ連の軍事力の分散を強要させるための戦略でした。これは大成功でした。ソ連艦隊が行っていた太平洋への進出の足は、確実に鈍りました。特筆すべきは、攻撃原潜が太平洋へ展開する数が大きく減ったことです。この戦略は高く評価されているそうです。このオホーツクアプローチと同様の行動を南シナ海でアメリカは行っています。アメリカの海軍関連記事に海軍の目的がほのめかされています。そして、南沙諸島を含む周辺海域の戦略原潜の聖域化を追求しているのですが、常々この目的は述べられています。まずは、そこを狙えと公言しているようなものですよね。活発に行動もしています。アメリカ海軍は音響観測艦や哨戒機、そして何といっても攻撃原潜まで送り込んでいます。その結果、当然予測されていたでしょうが、衝突も起きました。2009年に起きた音響観測艦インペカブルへの中国側からの妨害がそれです。中国としても黙って見ているわけにはいかないでしょう。日本の潜水艦運用もアメリカと同じ効果を期待しているのです。現在では中国と真正面から対立することは困難でもあり、不利と考えられます。ですから、日本の従来の方針専守防衛体制から一歩踏み出したと判断できます。アメリカに倣って中国に強制的に軍事力を分散させようとしているのです。将来的には日本の巡航ミサイルや軽空母も海南島を目指すことになるでしょう。今はどれも検討中の兵器ですし、無論日本はあくまでも離島防衛用と表明しています。ただし本質的にはそれに合う武器とは言えないようです。つまり、口実ですね。巡航ミサイルの性質上、防空を強要させることになります。平常時に巡航ミサイルを搭載した潜水艦や哨戒機を南シナ海で行動させる、それだけで十分です。ただそれだけのことで、中国は危機感を抱いて、防衛体制を強化することになります。仮に戦いになった時、一度でも三足を攻撃してしまえばそれ以上の過剰反応をもたらすことが予測されます。ぶっちゃけ、ミサイルは撃墜されてもいいのです。日本が戦略原潜を狙っているというだけで、中国は海や空の防衛戦力を分散しなければならなくなるのです。あるいは
慶州海峡、広東省と海南島の間の海峡の鉄道連絡船もターゲットになり得ます。現状ではこの海峡をつなぐのは4隻の連絡船のみです。ですから民間人の被害を出さないように厳重に注意しつつ、使用できなくしてしまえば効果は大きいでしょう。中国国内世論の影響を考えて、解放軍は防空強化を強要されることになります。日本の出雲型軽空母に F-35B ステルス戦闘機を搭載すれば、フィリピンの東方周辺での攻撃ができるようになります。これについても、可能性をそれとなく匂わせるだけで十分と思われます。何も起きていない平穏な時にセレベス海、スール海、フィリピンとインドネシアの間の海、海賊が横行に、軽空母を派遣します。そこからバラバック海峡を抜けると、南沙諸島は目の前です。艦載機を南沙諸島だけでなく、海南島にも簡単に派遣できます。そのような行動を起こせば、中国の海軍、空軍が南シナ海の防衛を強化せざるを得なくなりますし、フィリピンの東方における海上哨戒活動も強制できることになるでしょう。つまり、中国はその視線を南シナ海に向けるように分散しなければならない立場に追い込まれるというわけです。もともと中国は太平洋への進出を目的に活動してきたと想像できますが、日本や台湾それぞれの海上活動もあって、東シナ海に進出するのもなかなか難しい状態と思われます。と言っても相手は軍事大国中国、どういう行動を起こすのか見当もつきません。一体、防衛力とは何なのかと考えてしまう、この頃ですが、公の場でなく、人に見えないところで任務を果たす、いわば、忍者、である潜水艦へは、応援を惜しまないつもりです。